オリックス、森友也が侍メンバー外、大型契約の責任感、新たな投手陣との連携を優先へ、オリックス、森友也、捕手、27、が、3月の WBC に挑む侍ジャパンのメンバーから外れることになった。昨年11月の強化試合に呼ばれ、栗山監督の代表初戦となった日本ハム戦に6番捕手で出場し通乱ランを放った。 強打の保守として存在感を見せ、今回も有力候補に挙がっていた。ただ、オフに西部から FA 移籍、WBC、出場となると、2月の強化合宿から1ヶ月ほどチームを離れることになる。代表から戻っても、シーズン開幕までの時間は限られる。4年総額18億円以上、推定。という大型契約の責任感に、保守として新たな投手陣との連携を優先したい思いがあるようだ。 侍ジャパンとしても森の思いを優先した代表の捕手はソフトバンク外が発表済みヤクルト中村も内定している森に代わる3人目の選考を進める